こんにちは日本語クラスですお元気ですか今日は日本人の名前名前を日本人がどうやってつけるか子供にです子供にどういう名前をどうやって考えてつけるかについてお話ししますはい。皆さんは日本のアニメとかドラマとか いますかその中でいろんな人の名前が出てきますよねどんな名前を皆さんは知っていますかうんなんだろうなんていう名前ですかそれ覚えてますかはいあの日本人の名前でとても多いのは例えば佐藤さんとか鈴木さん高橋さんとかなんですねまあ、田中さんも多いですそうそう でも今日話すのはその鈴木さんの下の名前「鈴木なんとか」っていうその下の名前そっちの「鈴木」っていうのは家族の名前です。ファミリーネーネムです。苗字っていうんですけど苗字じゃなくて今日はその下の名前について話したいと思います。はいえー、この下の名前はあのー、もちろん、 えっと産んだ後、子供が生まれた後に、えー、家族とかまあいろんな方法でつけます。はい。で日本はですね、あのその名前がいろいろあります。結構多いと思います。世界のいろんな国の人の名前と比べても、日本は多い方だと思います。なぜかというと、親というかまあ名前を作るひ 考える人がたくさんたくさん毎年新しい名前を考えるから、<laughs> そうなんです。どん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 増えちゃいますね。そうなんです。だから種類が多いんですね。えー、ですので、まああの家族とかまあいろんな人をいろいろ考えてつけるんです。で、今日はそのつける方法を主に5つ5個ぐらいあるので、その方法をまず紹介したいと思います。 えー、みんなの国とその方法は違う可能性がありますね。うん、国によっては全然違うと思うし国によっては「あ日本とこれは同じ」とかあるかもしれません。はいえー、ちょっとと自分の国と比べながら聞いて欲しいてしですで今日はスライドはあんまりないこの スクリーン画面の写真とか、えー、そういう細かい説明ないので、ぜひラジオのように聞いてほしいなと思います。はい。ただ先に言っておくと、その特に最近の日本人の名前は私は変な名前が多いって思ってます。<laughs> そうこんなこと言ったら怒られるかもしれませんけど、うんなんかうーんなんか変だなって私は思います。 うん、なのでまあじゃあどういうふうに考えられているかっていうのをじゃあちょっとお話しますね。はいえー、とまず赤ちゃんが生まれたらその誕生日から14日14日以内に「この子生まれました」で、この子の名前は何々です」というふうに紙に書いて市役所とかそういうところに 出さなけければいけません、はい、だからそれまでに名前を決めなければいけないんですね、うん。あなたの皆さんの国とその辺は同じかもしれないですね。それでまず名前決める時のまず国が日本が決めてるルールがいくつかあります。まず使っていいのはあのー、ひらがなもちろん OK。 漢字じゃなくてもいいんですよ。ひらがなだけです。という名前でもオッケーだし、カタカナを使ってもいいです。はい、そしてはんもちろん漢字はもちろん使っていいんですが、どの漢字使ってもいいです。何でもいいですよ。というわけではないです。はい、えー、特にあの良、ー、くない意味の漢字はやっぱり使ってはいけないと言われてます。はい、国が決めてます。 例えばですけど、病気に関係がある漢字です、ね例えばあのー「がん」ってありますね「がん」「病気のがん」「cancer」の「がん」あの漢字があるんですね「がん」っていう漢字が一つの漢字あるんですけどあれももちろん使っちゃだめです。人の名前使ってはいけないし、えー、いろいろあります「病気に関係がある漢字はダメ。あとは「嘘。嘘をつきます」「嘘をついた」 の嘘ですねああれも漢字があります嘘っていう漢字が一つの漢字であるんですがそれも使っちゃダメです、うん、だから名前なのでやっぱり人の名前だからそういうネガティブなイメージ悪いイメージがつくような漢字は使ってはいけないですはいまあそれは分かりますよねうんそれはそうですようんで、えー、あとはですね数字アラビア数字 12345とかの数字はダメだけど漢字で数字を使うのはオッケーですうんあとローマ字アルファベットのローマ字ダメはいあとはえー、記号ハートマークハートとか星スターのマークとかもちろんダメですはいそうそう なので、えー、とそれ以外だったらあのどうぞ自由に使って考えてくださいというのが日本のルールです、はいでえー、とまずじゃあそこをルールを守りながらも名前を考える。で、えー、よくあった日本の昔の決め方はですね、えー、昔はあの おじいさんとかおばあさんとかが決めること多かったです。まあ、それも家に寄るけど、結構そういうこと多かったんだけど、最近はもうほとんどお父さん、お母さんが決めることが多いそうです。はいで、えー、昔あったけど、今ほとんどないっていうのが主に3つありあります。まあ面白いです。これ日本の文化だなってちょっと思うんですけど。 例えば、あのーあまあ、今の一つですおじいさんおばあさんが決めちゃうっていうこれにしなさいって決めてしまうの最近はない二つ目は、えー、一番最初の子供に1っていう名前をつけるで2番目の子供に2ってつける例えばどっちも男の子男の子だったら最初の子は1な何か和ズとかね「1」と「男」って書いて和ズ で2番目の方はなんか「次」っていう「2番」っていう意味の漢字を使った名前にするとか「二郎」とかねで3番目は3番目だから「三郎」とか「123」って分かる昔は子供が多かったですね日本人も7人とか10人とか産みましたお母さん大変ですねそうですが、あのー まあですがというかだからこそ多分もう名前つけるの大変だからですかねめんどくさいんですからね「よしちゃんもう1番だ、うん、12番3番」もうだんだんもうあんまり考えないっていうのは、まあ、昔あったかもしれないだけど今はあのそういう風に名前に数字をつける、まあ、一番最初の子だから1って漢字使うとかはほとんどないです、はい、実際子どもの数も減ってますしね 1>, 1つの家族がそんな7人とか産まないので今、はい、まあ1人しか産まないっていうのは多いですね2人多くて3人かな大体はいでえっ、ー、と三つ目が3つ目の「今やらない」っていうのは親の名前と似ている名前にするとかおじいさんの名前に似ている名前にするっていうの。 これ外国だとありますねヨーロッパとかだとおじいちゃんの名前をそのまま使うとかおじいちゃんの名前ジュニアとかセカンドとか、えー、日本もそれやってました昔はあのーお父さんお母。お父さんおじいちゃんの名前の漢字を1つ漢字お父さんたち2つ使うとしたら1つの漢字を使って 子供の名前を考える。っていうのは結構多かったです。うん。ですが。最近は少ないそうです。うん。どうしてかというと。この名前にも日本は。ブームがあるから。流行。これがに、これが。流行だ。いいね。この時代に合ってるね。みたいな。そういうのがある。からですね。だから。 反対にお父さんの漢字を使うとかお母さんの名前の漢字を使うとかだとあの古いイメージの名前になってしまうのであんまり使わないです。親ののとかおおじいさんおばあさんんばあ使わないい、うん、面白いです、ね、なのがこれが今あんまりやらないよというのがそれでした。 じゃあ今どうやってじゃあどうやって決めてるのっていうのが、えー、これから話します。それはですね。よいしょ。えー、名前の決め方5つと書きました。はい。えー、これからあのスライドじゃなくて私言葉だけで説明しますのであのスライド見てなくて大丈夫ですよ。ラジオみたいにねいけましょう。まず5つあってこれはあのまずは。 決める人はまいおじいちゃんおばあちゃんはあんまり出てこないというのがまず特徴的ですよね。うん、で、えー、この両親ですねお父さんお母さん両親が決めるでその方法はまず5つあってそしてプラスもう1個もう1個のことはすごいほとんどの、えー、50%以上の両親がとっても 気にするこれは絶対大事だよねって考える方法が一つあるのでそれ最後に言いますまず方法5つ先に言いますねまず1個目一つ目は、えー、願いを込めるこういう人になってほしいと思って漢字を決めるという方法例えば、えー、空スカイです空青い空青い空のようにこう 心の広い人になってほしいと親が考えたら名前に空を入れるとか音楽が好きな子供大人になってほしいと願いを込めて音っていうことを漢字を名前に入れるっていうのもありますあとは花とかね花はあの外に咲いている花ですフラワーの花とか歌 歌が好きなな人になってほしいとか結構あるらしいです、うん、で2つ目が「名前の音がいい」「音の響き」っていうんですが音がすごく素敵この漢字とかじゃなく漢字がいいとか悪いとかじゃなくて名前を耳で聞いた時にあこの名前素敵って思うような名前にする先に名前の音から決めるっていう方法。 で3つ目はこれは昔からありますね3つ目昔から子供がどの季節に生まれたかで決める例えば夏に生まれた子供だったら名前に夏っていう漢字を入れようであともう一つの漢字は考えましょうとか冬だったら冬とか春もとっても多いです春春に関係 春に生まれたから名前には春を入れましょうとかとても多いですね。秋ももちろんで四つ目4つ目は、えー、これはお父さんお母さんが自分がお父さんたちが尊敬している人の名前尊敬リスペクトそうですこの人は素晴らしいとリスペクトしている人の 名前をそのまま使ったりえー、その人の名前の漢字を一つ使ったりするですで、尊敬する人の時もあるしあとはドラマとかアニメに出てくる、えー、人の名前をそのまま使うというのも多いです最近多いですはい。特に今すごく人気の名前はドラマ のの中の、えー、人ドラマに出てきた人の名前をそのまま使っているそのまま子供につけるっていうのがすごい多いです、うん、だからドラマの影響力ドラマねえねドラマこのドラマいいドラマだなって言って子供にもこのドラマと同じ人生を歩んでほしい歩むって進む っっっててててことでですすね生きて欲しいって言ってつけるるううのがあるんだそうですアニメもねアニメもやっぱり日本は有名なアニメ今年すごく人気になったアニメとかやっぱりありますのでその中の「この人すごくいい人だよね」とか「この人かっこいい」とか「かわいい」とかその名前を子供につけるというのがあるはい。 で最後の5つ目は、えー、これもみんなの国にもあるかもしれないこれは国際的な名前インターナショナルな名前を名前にするそれがいいと子供が大人になった時に世界で活躍活躍は世界でこう働くということですね。 日本にいるんじゃなくて日本だけじゃなくていろんな国で、えー、仕事をしてほしいそして外国の人にも名前をすぐ覚えてもらえるようなこうインターナショナルな名前にしようとか例えばですけどインターナショナルだと女の子だとエマエマという名前はすごく、あのー、流行ブーム。 ブームししたし多分今も多いですね最近の子供でも多いエマちゃん。エマはあの他の、ね、国でも使ってますので英語を使う国とかでも使うからあのそのままインターナショナルな名前として使えるというので結構人気ですね。そうなので今5つ紹介しましまた、えー、どうでしょう「みんなの国」と同じでしょうか。<laughs> はいえー、そしてですねもう一つ私紹介したいのがその今の5つの方法とプラスそれに、えー、50%以上の親たちがこれはすっごい大事だよねこれも考えましょうこれについても大事って思ってますだから最初に例えばあの自分で好きな漢字を1つ決めてその後これを考えるんです。ここれれってこれ 数数と言います格数今はちょっとだけスライド見てください皆さん画面をスクリーンを見てください画数うん画数って漢字を書いた時またはひらがなカタカナ書いた時にいくつで書けますかストラクチャーのことです123ね例えば自分の家の名前が高橋ですと高橋さん はい、高橋さんは日本で3番目に多いファミリーネームだそうです。うん、高橋さん、はい、でじゃあうちの名前は高橋で下の名前を考えますね。でこの画数というのは、えー、まずこのファミリーネームで全部で26を書くときね1234510、ね、画って言います10画で書ける。 10ストラクチャーズでえっ、ー、とこっちですねこっちどうしようっていう時に日本人がすごい大事に考えるのがあの全部でいくつになりますかっていうのねあとその人の、えー、この名前がいくつになりますかというのをすごくよく考えますどうしてかというとこの数字が いい数字と悪い数字があるんですね。で、これはあの主に中国ですね。中国から来た考え方で、まあ一つの占いみたいなものです。はい。ですので、中国ではあのこれは使ってるというか、今でも考えて大事な一つの考えることだそうですね。ですので、例えば高橋でじゃ。 こういううい名前にしたらどうかこれは「えー、結ぶ」という感じに「野菜のサイン」ですね。「ゆいな」って読むのかなと、えー。これは今年の,あの人気の名前の、えー、5番目ですかねに入ってるぐらい、えー、とっても人気の名前です。ユイナちゃんだと思います読み方ただ読み方いろいろ変えられるので。 同じ漢字でででも読み方を変えるるっていうことができるんですねね <laughs> 日本は、ね、だから名前の種類が増えてしまうんですけどあのじゃあ「ゆいな」だとじゃあここはいくつかなで全部はいくつかなっていうのをインターネットで調べられます。はい無料ですで例えば調べたらこれだった。これインターネットの、あのー、そういうページです調べたページね。 えー「高橋結菜」だとどうかなえっ、ー、と家族の名前は26でこれはもう絶対変えられないですね。で結菜、えー、でここはいくつかなどうかなっていうと23うん大吉大吉っていうのはすごくいいですっていう意味です。はい、でえっ、ー、とそうですねで 全部の数字はこれです。全部の数字は49でこれ緑あ青で書いてあって「今日今日と読みます。「今日っていうのは悪いって意味です。よくない。全部の数字悪い。うーんそっかでも、えー、家庭運家庭もし結婚する時 <laughs> 結婚する相手が。 見つかりやすいか見つかりにくいかだと「いいです」とかそういうのです。はい、あとは「仕事運」この名前だとこの人は仕事がよくできるかいい仕事ができるかできないかだと「吉なので「いいです」「とってもいいです」じゃないけど「うんいいです」それです。うん、で、えー、こういうのをあの親は「 すすごく調べます親の50%以上50%以上の親がこれを名前決める時にすごく調べるそうです。うん、でできるだけこの「今日」この青いのですねこれがないように「どうしよう」と「ここ変えよう」「別の漢字にしよう」とかいろいろ考えるんですね。そうこれ結構大変です。うん だからあのー、そうですね例えばこっちだけどこれは絶対使いたいとかねこの漢字は絶対使いたいからこっちの「ゆいなな」の「な」を別の漢字にしようとか言って別の漢字にするとここも変わるしここの全体の数も変わるのでよしじゃあやってみようって言っていろいろ調べるんですね。ねこれが大変 であのまあこの数字がいいとその子供の人生それからどんどん子供から大人になる間がとてもうまくいくと考えられているだから親はこれがいいようにできれば吉できれば大吉の方がもっといいですからそうなるようにあの考えるですねうん。 面白いですよね。これどうですかね？皆さんの国うん、中国ではや使ってると思うし使ってるはずですし、韓国どうかな？韓国も使うかなえー。後のアジアの国は漢字じゃないですからね。きっとないですよね。えー、これなかなかこれは面白いです。で、実際、私もあのこれは結構気にします。うん。はい、えーですので、ただこの？ 注意する必要はありますね親はねここの特にこの全体の数を良くしたりここの名前の部分を良くするためにいっぱい考えるんですがその時にこの漢字をあじゃあこれじゃダメだって言って別の漢字にする時に難しすぎる漢字にしてしまう場合がありますうん。そうすると人が読めないんですねそう 本当にこれはですね多いんですよこの人の名前は読めない <laughs> っていう高橋は読めますねもうみんないっぱいいますから、うん、読めるだけどこっちが読めないよねまあ、確かにここの数字がいいのかもしれないけど読めませんよあなたの子供ってねそういうのが実際多いです。はい だから私は変ですって言いました最初うんなんか嫌だなって思いますそれにあのここがですね結構漢字が例えば難しい漢字を使っていると書くのに時間がかかりますね自分で書くのに時間かかりますよねだからあの例えば小学校中学校でテストの時に自分の名前を 書きますでその時毎回毎回時間がか,かるうん名前が簡単な人はさささささっと書いてすぐも問題を読み始められるのに <laughs> 漢字が複雑漢字が難しいとまあ時間かかります本当に。なのであのあ嫌だなーって思うっていうのはあのそういう人から聞いたことあります私も。はい あとはよく聞くのが、あのー、病,院病院で、えー、カルテありますねその人の名前が書いてあるとこで、えー、と日本だと結構まだあの病院で名前を呼ぶんですね「誰々さんどうぞ入ってください」とか言って「一番の部屋に入ってください」とか言うんですよ。 でその時に全部名前言います。高橋さんだと高橋さんいっぱいいるかもしれないのでたくさん待ってるかもしれないから「高橋なんとかさん」まで読みます。でその時に <laughs> 読み方書いてないと読めない <laughs> そ,うそうらしいです。本当にこれは病院で働いてる人があのよく言うあのもう本当にもう困ったことだそうです。あのー、面白いですよね。 だから簡単に言うと本当に読めないあなたの名前が読めませんよっていう名前が最近多いです。もうここ10年ぐらいって言ってもいいですね。ここ10年くらいは本当に読めないよこの名前読み方書いておいてねっていう <laughs> 名前が多くて私はあんまり好きじゃないです。そそうなんです、まあ、親はねその 特別な他の人と違う特別な名前にしたいと思って付けるんでしょうけどうーん読む人から見ると全然親切じゃないですねはいそうなんですなのであのそこはちょっと面白いあとはあの単純な名前シンプルな名前の方が実はあは社会で成功しやすいって言われてるらしいですね。 なぜかかとというと人が覚えやすいから周りの人がすぐ覚えてくれるから、うん、ですので反対に今あのこうすごく複雑な名前より単純なシンプルな名前の人の方があの学校とかに入学した時も先生にすぐ覚えてもらえるから <laughs> よく名前を呼んでもらえるっていういい点があるっていうのがあ,のありますね。 うん、だから私はシンプルな方がというか、うん、いいのかな、まあ、またはまあ昔からあるような伝統的な名前とかの方がいいのかなって思います。うん、で最後もう一つあのこの画数についてなんですが画数はこれはあの本当に日本人は結構気にするので、えー、女の人だと結婚するとここのファミリーネーム名字 変変わわりりまままますす今のの法律のままだと変わりますもしかすると別に一緒にしない、えー、結婚して女の人結婚して相手の人の名前になるっていうのをやりたくないって言えばできるのかもしれないんですけど一般的にはあのジェネラリーです普通は結婚ししたらここが変わってしまうんですね高橋だったけど、えー、田中さんと結婚した。 ここが田中になってしまいまいすそうすると,、えー、とここの数が全体の数はもちろん変わるし、えー、この辺の数いろいろ変わりますよねだからあの結婚する前にけ調べたりするんですよインターネットで。えあの田中さんと私は結婚したら私の画数はいくつになるんだろうって。 悪い格数だったらやだって、そう本当に調べますよ。うん、そういうのもあって、または結婚した方が格数が良くなるっていうこともあるから、はい。え結構日本人は気にします。これは男の人も女の人もそうですね。うん、なかなか面白いなと思います。はい。えー、こんな感じですね。どうでしょう。皆さんの国とは同じところがあったかな。どうでしょうかね。 <laughs> はい、えー、何かの参考にというかなんか日本人と話す時にあのこういう話是非してみてください。うんはいえー、赤ちゃんは、ね、かわいいですね <laughs> あとはまあ変な名前が本当に最近私から見ると変な名前読みにくい感じの名前が多いのでそれについてはまたあの別のビデオでお話したいと思います。はい じゃあ、えっ、ー、と JLPT のあの勉強してる人多いと思います。JLPT の読解のやり方、N1 と N2 の、えー、やり方、合格する方法です。はい。えー、あとはもう読み読み方と合格する方法とかそういうの、えー、私のビデオレッスンで勉強できます。はい。長文は長い、すっごく長い問題だけじゃなくて。 で、えー、もう少し短い中文、そして一番短い短文、短文、中文、長文、えー、全部あのビデオレッスンありますので、ええー、ぜひあの必要な人使ってください。えー、私のオンラインレッスンのあの中で見ることができます。はい、このあのレッスンについては下のえー、ディスクリプション説明ビデオの説明が書いてあるところと下のコメント メッセージのところにリンクがありますはい、そこから入って、えー、オンラインレッスン見てみてくださいそして Zoom、えー、で授業もしてますはい、とっても楽しいです、えー、ビジネス日本語を勉強してますよは Zoom、い、だからこれは一緒に話しながらこう授業してますはい、えー、ビジネス電話最近だとビジネス電話と、えー、これから始まるのが面接です 面接の仕方就職ですね日本で働く場合の面接の仕方どうやって答えればいいかどんな質問されますかとかそういうの,あのこれから勉強始めます。はいぜひぜひ、えー、必要な人是非来てください一緒にあの頑張りましょう勉強しましょう。そして会話の練習もしています。えー、私と一緒にねどうやって話せばいいかちゃんとあの教えますよ。 え日本人の友達と話す話し方難しいですね、えー、それも勉強しますしですそれはですます使わない話し方です何々じゃんでしょとか何々だっけとか何々ってさとかまあねーとかいろいろありますほんといっぱいありますですます使わない言い方日本語多すぎる <laughs> 難しい本当に、えー、それはあんまり JLPT では勉強しないので学校では勉強しないんですよそんなにだからできないんですね学生さん残念ですがあんまりできないなのであの授業でやりますはいでえっ、ー、とそれとあとはですます使った話し方もどちらもやりますのでぜひぜひよかったら来てくださいあのこちらの コースでも電話のかけ方、こっちもやります。はい。ぜひぜひ来てください。そして、えっ、ー、と、プライベートレッスンもやっています。これもズームです、えー。皆さんの、あの、勉強したいこと。私があの、学生さん一人、そして私一人で教えます。J. L. P. T. のリーディング。あの、読解でもいいし。会話の練習でもいいし、E. J. U. 日本の留学試験。日本の大学入りたい。 その勉強難しいですすね教えま、はい、N5 から N1 または N0 レベルまで何でもあの教えますので「これ勉強したいんです困ってます」というのを是非私に言ってください一緒にやりましょうこの人みたいにねはい楽しいですよ。え全、ー、てこの全部のですねオンラインレッスンは下のリンクから入ってくださいそこにいろいろ説明が書いてあります申し込みもそこからできます。 はい、お待ちしてますあと私 TwitterX やってます、えー、このリンクも、えー、下に書いてありますので、えー、そこからもうあのフォローしてください、はい、Twitter もあのまたフォロワーさん増えて本当にありがとうございます新しい情報こういうビデオ作りましたとか、えー、こういうオンラインレッスン開きますこれからとか新しくとか、えー、そういうのもあの Twitter は連絡早いですので是非あの 登録使ってください見てくださいはいじゃあ皆さんあの日本の名前ですねはいいろんな付け方ありました皆さんの国ではどうでしょうかえー、ぜひコメント欄で教えてくださいそして今度日本人の変な名前紹介しますねはい <laughs> 今日もありがとうございました。